こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して様々な情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は6月26日に開催された羽ばたき演劇鑑賞会の様子と、7月4日に行われた親子で七夕飾りを作ろう講座の模様をお送りします。そして特集コーナー、街を元気にする達人たちでは、リポーターの山本愛子さんが生駒市内で活躍されている人やお店を訪ね、知恵や技術、地域との関わりなどを伺います。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。6月26日北コミュニティセンターイスタ羽ばたきホールで羽ばたき演劇鑑賞会が行われました。今回上演されたのは奇跡の人。30区の障害を克服したヘレン・ケラーと、彼女に奇跡を起こした家庭教師アニー・サリバンの物語です。演じるのは今年で結成12年目を迎える生駒市民劇団シアター生駒の皆さんです。今回の公演には生駒市シニア劇団楽楽演劇塾のメンバーも加わり、演出家熊本さんの指導のもと、3ヶ月間およそ40回の練習を重ねてきたそうです。途中言葉を用いずに表情や動作のみで進行する場面もあり、来場者は無言の演技に見入っていました。また劇中で使われていた衣装や小道具などもすべてメンバーの手作り。中でも細かい部分までこだわった舞台セットは臨場感たっぷりです。体をぶつけ合うこともあったサリバン先生の指導で、言葉を理解し発見することができたヘレン。そんなヘレンの世界が広がるクライマックスに、会場からはあふれんばかりの拍手が送られました。この演劇鑑賞会は子どもから大人までの幅広い世代に演劇の楽しさを知ってもらおうと、5年前から毎年開催しているものです。上演後のカーテンコールでメンバーたちは、舞台はお客さんと一緒に作るもの、これからも皆さんに感動を与えられるようなお芝居を目指して頑張っていきますと話されました。では続いての話題です。7月4日中央公民館で親子で七夕飾りを作ろう講座が開かれました。講師は米田夏子さん。この講座では折り紙だけでなく、トイレットペーパーの芯など身近にあるものを使って七夕飾りを作りました。1年に一度織姫と彦星が天の川を越えて巡り合うロマンチックなイベントとして知られる七夕ですが、日本では昔から庭先に供え物として笹を立て、五色の短冊に字や歌を書き、書道や裁縫の上達を祈るという風習があったそうです。また飾りの一つ一つには無病息災や商売繁盛などさまざまな意味が込められており、時代や場所によっては衣食住に困らぬよう財布をかたどったものや
食べ物を飾ったりしていたところもあったようです。今回作る七夕飾りにもなくてはならないのが短冊です。子どもたちはそれぞれの思いを込めて丁寧に願い事を書いていました。仕上げに自分たちが作った飾りを笹につければ完成です。出来上がった七夕飾りを見て大喜びの子どもたちは嬉しそうに持ち帰っていました。子どもたちの夢が詰まった七夕飾りが出来上がっていましたね。ハサミで切る作業では米田さんから、折り紙を持っている方の手をうまく動かしながらゆっくり切りましょうと指導があると、子どもたちは保護者に手伝ってもらいながら慎重に作業を進めていました。